ラウォウォウラウォウォウあー気持ちいい。ほぼ行きかけました。インクでは負けても実力では負けない。はいどうも、全力絶叫 YouTuber ビーモルです。皆さんは本当に待ってないかもしれない、本当に需要ないかもしれない。でも俺は YouTuber になって本当にもうこれ夢だった。念願この企画、ビーモレルサウナ動画ということで待ってました。僕は待ってました。僕だけ待ってました。はい、もう待ってる方いないと思うんですけども、野球運動が見せる応援歌歌えとね言ってる方、今日だけはちょっとこの企画やらせてください。本当に今日のこの企画再生数も3回とかでやらせてくれ。今日は B モレルのサウナルーティーンの動画をちょっとここで撮っていきたいと。で今日はなんとこちら、もう念願です。こちらのサウナはね、貸し切りです。貸し切りでもう自分たちの空間もだから海パンとか履いて、僕が B モレルがサウナ言うてね、もうサウナどんなもんやねんと、ほんまにサウナいいんかとね言ってる方いると思うんですけど、それをちょっと今日はもう実際に見せていこうかなと。 B モレルがサウナ入ってる様子を、もうサウナの素晴らしさを魅力を伝えていけたらいいかなと。ということでいざサウナで優勝やーおう。こちらが伊豆場のサウナです。サウナ小屋かな。これ薪ですか。ちょっと気になりますね。こんな感じで。すごいよ。はい、ということでこちらがサウナ小屋の中ですね。一面。もう雰囲気すごないですか。これサウナ好きの方ならもう今見てるうちにテンション上がってると思うんですけど、この1棟貸し切りなんですよ。すごないですか。サウナ室貸し切りってまあないですからね、あんまりね。そのプライベートサウンドがありますけど、こういうね小屋を丸々1棟貸し切りってあんまりなくないですか。でこちらがサウナ室なんですけど、これちょっと後でまた行きましょう。ここがサウナ室で、これ外に出るとじゃあ露天スペースですね。水風呂、そして外気浴休憩スペースになります。まあちょっと今はね、水風呂外気浴休憩みたいな、何のことを言ってるんかみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、それはちょっと今から僕がねサウナルーティンを通して説明していこうと思います。じゃあサウナ行きますか。はい、ということで着替えました。ちょっとね体は緩めですけども、こちらのサウナに今から入っていきましょう。サウナ、初心者の方々に言うと、そのサウナの中にルーティーンっていうのがありまして、このサウナ水風呂外気浴というね、この3つの要素がありまして、まずこのサウナに入ります。このサウナで大体10分ぐらい入ってから水風呂にドボンして、そこから休憩外気浴で一斉に座るという、この一周の流れなんですけど、まずはこのサウナ、こちらサウナハットみたいなのが来たんで、このサウナハットっていうのはこのサウナの熱から頭の頭皮だったりとか髪の毛を守るためのものです。はい。女性の方にも結構嬉しいものですね。さあ、このサウナハットをかぶって、サウナにいざ突入。全身全霊かけろかけろ。おう。よいしょ。よいしょ。このサウナ室もね、この上段下段がありまして、この上段の方が暑いですよね、このサウナって。僕結構暑いの好きなんで、この上段でね、このちょっと背筋をピンとして顎をクッと引いて、ね、この姿勢、これが結構サウナのオーソドックスな姿勢なんですけど、いい温度いい湿度、サウナストーブねこれ、このサウナね、ロシア式なんですけども、ね、今ロシアねちょっと大変なことになってますけど、サウナに罪はないんでね、日本で唯一のこのロシア式のサウナということで、ここも結構話題なんでね、ちょっと今ねもう世界平和を祈るの日ですよ。今こうね、その世界平和ってところで、もう世界平和なる方法あるんですよ。僕知ってるんですよ。1個はもうみんなサウナに入ると、もうサウナ入って整ってたらみんなもうイライラしなくなるんですよ。もう平和な気持ちになるんですよっていう1個と、あともう1個みんな応援歌を歌えと、応援歌を歌ってたら世界平和になるんですよ。例えばね、軍隊の行進あるじゃないですか。ああいう軍隊の行進の時にもう軍歌の代わりに応援歌流せばいいんですよ。例えば田中和樹選手の方やからとか、だから軍隊の行進の時に「ゴーゴー和樹!」みたいなやったらね、もうみんな戦争する気なんかなくなると思うんですよね。戦争なくすためにはサウナと応援歌と思うんですよ。まあちょっとね、あまりサウナの中で喋りすぎてもあれなんで、ちょっと集中してね。すっともうサウナの中はもう基本黙浴ですから、もう自分自身と向き合う時間、集中しましょう。ちょっとね、暑さをもう少し増やしたいということで、こちら、ロウリュをね、やっていこうと思います。ロウリュ、皆さん知ってますか？サウナストーン、これ、ストーブにあるじゃないですか。このサウナストーンに、この水、蒸気を発生させる水蒸気を。これによってもう少し、サウナ室の湿度が高くなる。温度は上がらない。湿度が高くなって、体感温度は上昇するという。ちょっとロウリュの方をね、いきましょう。こんな感じで水を汲んで、こちらのサウナストーンに。この音、この神聖な音、サウナストーンに水をかけて、この出てくる蒸気、この蒸気に森の神が宿ると言われています。バイベルビー栄。おー、熱い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 ぞ。はい、でこちらね、水をかけて、まあ普段はこんなことできないんですけど、ちょっとこちら貸し切りなんで、こちらのタオルでね、旋回していこうと思います。一応僕ね、熱波師の検定を持ってるんで、こちらで、こんな感じでタオルで空気を攪拌して、熱い風巻き起こせ情熱込めてゆけ We are Sasa トゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥトゥル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 ラウォウォラウォウォ。自分と向き合う時間、限界突破、この前人未到の境地へ、全身全霊かけろかけろ。限界迎えたんで、サウナを出て、これで終わりません。こっからが本番です。サウナはただのね、前座に過ぎないですから、ここからが本番なんです。サウナがさあ、外に行きましょう。今からこちらの水風呂の方にドボンしていきたいと思います。水風呂にドボンしたいんですけども、まずは汗を流さなきゃダメなんですよね。水風呂に入る時のマナーとしては、しっかりとサウナでかいた汗を流してから水風呂に入りましょうっていう、これはもうどこのサウナ施設でも守らなあかんルールですよね。さあ、汗を流していざ水風呂へ。よし、いやー、これね、水風呂にもいろいろあるんですよ。スイーツとか温度とか、まあ、この温度、まあ、僕の歴戦のサウナ歴で、まあ、大体体感温度16度ぐらい、16度なんですけど、この水質がめちゃくちゃいいんですよ。これ、このもう分かる、透き通る水、体の中に染み込んでくるこの水が、あー、いい。まあ、大体水風呂に1分ぐらい入ったところで、で終わりじゃない。これが本番です。水風呂に入った後、この外気浴のこの椅子に腰掛けます。でこの外気浴の椅子で、まあ、目をつぶって、この体勢でもう休憩です。ー気持ちいい。整った。外気浴でいわゆる流行りの整ったっていう、言ってしまえばそのめちゃくちゃ気持ちいい状態にね、幸福感の満ちた状態に体がなってくれるんですよね。いわゆる前人未到の境地ってやつです。あー気持ちいい。ほぼ行きかけました。皆さん、この僕がね、日頃から皆さんがサウナ興味ないにもかかわらずサウナってね、再三言ってきて、もうでもなんかその皆さんにこのサウナの魅力ってやつを伝えたかったんですよ。重要ないのは分かってるけど、でようやくねこういう機会が来て、もう本当これキーですよね。ただこの動画を少しでも見てくれた皆さんにこのサウナの魅力を知ってサウナに行くきっかけになってほしいなって、サウナ興味の人は、もうサウナ好きの人はねこれ見てもう気持ちよくなってくれたらいいんですけど、本当ね日頃いろいろストレスとかあると思うんですよ。地域チームが勝てないとか、応援歌歌えないとかね、もう球場にそもそも行けないとか、ね、いろいろストレスあると思うんですけど、やっぱサウナに入ったらやっぱそういうストレスで少なからず軽減されるんですよね。オリックスもねずっとその去年まではずっと勝てない時期が続いてましたけど、そういう辛い時期に僕がどうやって乗り切ったかっていうと、やっぱサウナなんですよ。でやっぱ去年優勝してね、そこでもサウナ入ってさらに気持ちよくねなれたわけですよ。やっぱサウナって本当僕の日常生活の中ですごい偉大なんですよね。いろいろねある世の中ですけども、見てくださいこの大自然。この大自然の中でねもうすっぱだかなって地球とこの肌を触れ合わせると、こういう体験って普段なかなかできないんで、ね、皆さんこの動画でもしサウナに興味持ったらぜひ、ね、行って整って、そしてもしそこで BM モデル見かけた場合は、一緒に整いましょうということで、サウナで優勝 BM モデルでした。ここで迫る